ザッス、ザッス。もう3回目です今回。すいません、また来ちゃいました。今日はあれですね、屋根の塗装ですよ。でガルバリウムですよね、の屋根の塗装なんですけど、浜田さん、これって錆びるんですか？錆びないと思いますけどね。錆びない塗料、屋根ですよね、はい、でもその基本的にガルバリウムでなんか塗装塗っちゃダメなんじゃないのっていうのがあるんですけど、錆止めを入れたら OK なんですよね。そうです。エポッキシ系のスタンドリゼンでしたっけ、はい、を入れたら OK ということで、はい、でちょっとこれ片面のこじんまりとした屋根かもしれないですけど、ちょっと2人でね今回、まあベストコンビでね、もうバディなんで2人で塗るときとかもう役割を変えるんですよ。浜野さん今回ハケをやってもらって、まあ、細かい作業なんで僕は普通のあんま得意じゃないんで、あのダーッと塗っていこうが好きなんで、あのローラー行きます。浜野さんにハケですね塗ってもらって、そんな感じで、はい、こちらやめてください。あの僕こそお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ行ってみよう。ハケ塗りのコツとかあるんですか？まあこう止めない、止めない、こうハケをこう何て言うんですか、こう伸ばすっていうか、はい、こうしちゃうとハケ目が出ちゃうんで、そうですね、こうスッとさらうというか、さらう。これグレー色ですけど、これ錆止めなんで、錆止めです。早っ、置いてかれる。あ、置いてかれるってあれですよ、作業的に置いてかれるわけじゃないですからね、現場から置いてかれるってことですからね。早い。浜村さん、やっぱ塗装だったら屋根が一番偉いっすよね。偉いね。折半屋根が一番偉いですよね。偉い。折半屋根長屋使ったりします？長屋使うけど、はい、途中で面倒くさくなるもんで、やっぱ使いづらいですよね、ちょっと、うん、途中でもう何しゃがんでもうこうやって塗る、はい、ですよね、うん、リズムが大事ですかね、これ。こういうリズムが大事です。こういうこういう運動ですね。怒られるんだもんね。平西君、はい、終わりました。ちょ、早いっすって。早いっすって。浜野さん、ちょっと質問なんですけど、私の仕事終わりました。浜野さん、質問なんですけど、はい、カラーベストとかどっち向けに塗ります？縦塗ります？最近は横。どっちがいいんですかね。なんかみんな縦って言ってて、あの合わせが入らないでしょ。そうそう、合わせが見えちゃうもんね。なんかこの僕こちらのローラーの下のふかふかの方で、まあ、これちょっとカラーベストじゃないんでダメなんですけど、こうやってあの入れてく、大げさに言ったらで言ってたらかしたのをこうやって拾ってくるんですけど、みんな基本縦なんですね。縦にガンガンって入れてくんじゃない、検証になっちゃいそうですね。そんだけど、それだともうダナーってなるもんで。そうなんですよ、後から後だれが出るんですよね、うん、やっぱ横の方がいいんですか？俺は昔は縦にあったけど、はい、あの
どうしてもネタが溜まって、はい、埋まっちゃうもんで、はい、縁切りしなあかんときは、はい、横のがいいね。あ、確かに縁切りって言って、この隙間が塗料で埋まっちゃったらアームホールの原因になりやすいんですよ。時間差でパッて見たら後からダラーって垂れてたりしますよね、よく。違うんだろうな、だから横で擦って、はい、俺は下から見て、はい、履いてないところをこう、はい、ハケで触って。ああ、2本持ってんですか。ハケと、あとね、中塗りの時に見て、はい、ハケで触って上塗りで横切って二重チェックってやつですか。その一等間とそのローラーとハケを持ってるってことですか。持ってる。どちらにハケ取らなあかんな。そうですね、うん、最初にハケ取るんじゃなくてもう一等間も用意してあった状態でってことですね。そう、一面ハケ取って、はい、転がして、はい、一面ハケ取って転がして。確かにそれいいっすね、効率いいですもんね。あと出ちゃうな、ハケの跡が。そうですね、ハケ取って放置しっぱなしにしてローラーやったら乾きの段がついて跡が残っちゃいますもんね、うん、その場でちゃんと、うん、やっぱこうやって一回一回チェックするのがいいですよね。こうやって一回 うまい人ほどそうですもんね、こうやって、うん、で、ちょっと入ってないと、はい、上がってこう、へさって。そうですよね、で、またこのこまめに見とかないともう届かないんですよね。そうそう、あーってなっちゃうんで。ローラー出ましょうかいいんすかすいませんやっぱり本当に何十年でやってきてる人なんで、道具のあれとかでもやっぱ違いますもんね。こうした方がいいよとか、これ使うといいよとか。え、でも今のこと喋っててもかなり結構勉強になるよ。はい、知らんこと多いもんで。え、本当ですか、うん、勉強になるよ。あの YouTube とかじゃないですか。楽しい仕事の話とかしとっても。仕事の話で、うん、人それぞれやり方が違うもんで。そうですよね、いいことは取り入れてかんとやっぱり昔と今では材料も違うしやり方も違うんで。昔はあれですよね、ペンキですもんね、本当に、うん、もう樹脂の取れじゃない、本当ペンキっていう。油なんですかあれ。ペンキって油なんですか。油、いや普通のオイルペイント。オイルペイント OP だもんね、OP、オイルペイント。全然乾かないですよね。乾かない。 OP とか今ないですもんね。使う機会あるんですか今って。ないね。 OP を OP でもハイ CR マリンっていう艶のいいやつが出てきて。はい、ハイ CR マリンって。ハイ CR マリンズ、うん、それが OP でも艶が良かったんで。あ、そうなんですか。はい、それからファインウレタンが出らして。ああ、そうなんです。ファインウレタンって結構古いですよね、うん。耐水がきついですか。そうですね最近の子ってなんでニッカ履かないの。え、ニッカっすか、うん、僕でも履いてましたよ。僕はあの昔履いてました。今みんな履かんでしょ。今なんか履かないですね。やっぱあの私服もそうですけど、あのシュッとしたズボンが流行ってるんですよ。今のすごいですよ、ストレッチが。本当にそういうズボンでなんか汚すのがもったいないな。ニッカだと汚れてもまあって感じだけど。そうですよね、作業時間出ますもんね。ワンチャンタスで早っ。出す出す。完成しましたね。はい、浜田さん早いっすね。いやいや早いし綺麗。こんな感じで。なんということでしょう、匠たちの手によって一瞬にして屋根が色が変わりました。はいまあ今回錆止め編ですね。ちょっと形が複雑でしたね。そうですね、なんか本当にフラットだったらいいんですけど、うん、その板自体もちょっとへこんでますもんね。で、目地の立ち結構あってやりにくい方ですよね。まあ、そんなにそんなにでしためちゃくちゃ多分艶出ますよね。そうですね、金属なんで、はいはい、今回錆止め編だったんで、また機会があったらどっかでまた浜田さんとコラボしていきますね。勝手に来てるんですからね、僕マジで勝手に来てるんですからねじゃあチャンネル登録とですね、いいねお願いします。そうです、はい、じゃあまた見てね。